伝えします。まずテニスからです。現在開催されている全豪オープン、錦織圭選手初のグランドスラム制覇へ最高のスタートを切ったんですが、勢いそのままに2回戦も快勝です。錦織圭、2回戦の相手はジュニア時代テニスアカデミーでルームメイトだったクライチェク。錦織、今日はサーブが光った。第9ゲーム、3連続でサービスエースを決めると、わずか57秒でこのゲーム瞬殺、第1セットを奪う。第2セット、ここまで好調だったサーブが突如乱れる。4連続でファーストサーブに失敗すると、今大会初のブレークを許してしまう。先に7ポイントを取った方がこのセットを奪うタイブレーク。画面下が錦織、再び勢いを取り戻したサーブで第2セットをものにする。第3セット、錦織が一気に攻める。この場面、攻撃的にベースラインの前に出てリターンすると、ネットへ詰める。第2ゲームでブレークに成功。するとサーブでもスピード、コースともに完璧。最後はなんと13本目のサービスエース。錦織がストレート勝ちで3回戦進出を決めた。サーブは良かったですね。サーブから の組み立てもすごく良くなってきているので、やっぱりこうサーブが調子がいいと、全体的なプレーも良くなってきます。調子を落とさないようにこれからこの、2週間戦いたいと思います。サーブキレッキレですね。いや、すごい良くなってきましたね、全体。錦織選手の3回戦の相手なんですけれども、世界ランキング27位、スペインのガルシア・ロペス選手です。